自分の道があるんです。その道を歩くしかないんです。で、みんないろんな道があるんです。で、人のことを羨ましがってもダメなんです。自分の道を歩くしかないんです。ただこの道をふてくされながら歩くこともできるんです。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。幸せにいるために大切なことは、自分の人生の舵取りをしっかりすることです。目的を決めずに船を走らせていても、宝島に到達することはありません。宝島の方向を見定めて、そちらに向かって漕いでいくからそこに着きます。今回は、心の軸をしっかりと幸せの方に向けるための基本的な考え方についてひとりさんが教えてくれます。これは全てに通じることですので、きちんと理解すれば、どんな問題や出来事にも応用できる、とても便利で万能な考え方です。人生を豊かに生きるための秘訣とも言える方法で、これを実践していくことで、人生がとてもスムーズに動きます。幸せになりたい人や、幸せが何かわからない人、そして常にどこか心がざわざわする人は、心の軸を持つことで人生が激変します。では最後までゆっくりお楽しみください。まだまだ日本人は学ぶことがいっぱいあります。今お年寄り大切にするっていうのも本当は大切なんだけど、何でもかんでも年寄りにこれからお金をかけてどうのこうのって言うと、これから若い人たちね、私たちの面倒見てく若い人たちが就職ができないとかね、どっかで適当なところで、年寄りも本当にこう、毎日歩くとか歩ける人はだよ。歩いたり自分の健康管理したりとかね。若い時頑張ったんだから国の世話になるの当たり前なんだっていう、そういう考えよりもね、自分たちにできることは何だろう。若い人たちに私たちがしてやれることは何だろう。若い人たちは若い人たちで、私たちがお年寄りにできることは何だろうとか。みんなでできること考えて、平均的なね、バランスで物を見ないと、年寄りばっかしね、いいことが傾いてもね、若い人たち困っちゃうし、若い人たちは若い人たちで、働き口もないのに、年寄り支えようもなくなってきちゃうんだよね。だからみんなで仕事を分け合うなりとか、みんなでできることを分け合ってこれから生きていく。それも心の豊かさだし、仕事の豊かさ。豊かな考え方でいかないと、この先乗り越えていくことってできないよね。私は私なりにできることでこういう質問にお答えしたり、微力ながら一生懸命働いて税金を納めたりとか、できるだけのことをね、やっていかなきゃいけないけど、国全体考えて、あの人が悪いとかこっちが悪いとかっていう、誰かを責めるんじゃなくて、自分たちが何かできることがあるんじゃないかっていう豊かな考えから発想していかないと、明るい未来も、明るい未来ならほっといても明るいとこ行くんじゃないよ。明るい反対側は暗いんだからね。そっちの方へ向かっちゃったら暗い方行っちゃうよ。だから、決してね、先が暗いと言ってんじゃないの。暗いとこへ向かってっちゃダメだよ。明るい方へね。やっぱし今からは、お互いできることなんだろう。自分にできることはなんだろう。何をしてくれとかって、もう要求ばかしじゃない時代がこれから来るんだって。自分たちのできることを楽しくやっていこうっていう時代が来ると思います。人には実は、人生っていうのがあるんですよ。で、人生っていうのは一つの道なんです。だから、私には私の道があります。あなたにはあなたの道があります。いくら人のことを羨ましがってもダメです。自分の道があるんです。で、その道を歩くしかないんです。こういうとおかしいんだけど、偉いところの家に生まれたで大変なこともあるんです。で、みんないろんな道があるんです。で、人のことを羨ましがってもダメなんです。で、自分の道を歩くしかないんです。ただこの道を、ふてくされながら歩くこともできるんです。嫌になっちゃったなって言いながら歩くこともできるの。でも、楽しいなとか幸せだなとか、あ、道に花が咲いてんじゃんとか、どの道もいろんな人と出会います。と、こんにちはとか、ご機嫌いかがですかとか、挨拶してニコニコ挨拶しながら行くこともできるんです。
で、どんな道でもいいから、ニコ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 して歩いてると、必ず分かれ道が来るんです。幸せの方へ行く道と不幸な方へ行く道があるんです。で、不平不満だとか、ああなったらいいな、こうなったらいいなって言いながら歩いてると、必ず不幸な方へ行くんです。ね、この道で幸せだなとかね、今日もご飯が食べられて幸せだなとか、日本に生まれて幸せだなとか、ね、今日もみんなと会えて幸せだなって言いながら歩いてると、分かれ道で必ずいい方に行くんです。で、またしばらく行くとまた分かれ道があるんです。常に、ある程度行くと分かれ道が出てくるんです。だから、どんなしどいところからでもまた幸せに上がっていけるんです。で、どんな幸せな人でも不平不満を言い出してくると、どんどん落ちてくるんです。人の運命は変えられるんです、本当に。だから、あなたが幸せだねとか、今は子育ての問題なんだけど、お前のこと信じてるよとか、ね、お母さんとお前で仲良く暮らすのねとか、心が温まるような人に聞かれても爽やかなような答えを出してると、幸せな方に幸せな方に行くんです。だから本当に、あの世で結婚しないと決めてきたような人ですら、お嫁さんが来たり、ね、そのお嫁さんと仲良く行ったりするんです。で、不幸なこと、不幸なことって、嫁さえ来てくれればとか、この子にって、こういう、なんていうか、不平不満。望みというのは不平不満なんですよ。あなたの言ってるのは望んでんじゃないんです。現状に不満を言ってるんですよ。で、不満を言ってて、もしお嫁さんが来たら、本当にその不満と同じぐらい不満のお嫁さんが来るんです。で、不満と不満がぶつかったとき、血みどろの戦いになるんです。だから、あなたは幸せになりたいんですか？不幸になりたいんですか？今のこの道を幸せだねとか、ね？お前と仲良く生きようねとか、子供のこと信じてるよとか、ね？子供の成績、すごいがっかりした顔して、いいお母さんあんたのこと信じてるからって。顔が違うの。幸せの道じゃないよ、それって。ね。それより、お母さんは、あんたのこと本当に信じてるよって。成績なんか気にすることないって。ね、お母さんだけは絶対味方だよ。お父さんだけは味方だよって。言ったら、この子もいい方にいい方に行くの。常に分かれ道があるんだよって。不平不満を言いながら、幸せになることできないよ。このテープはね。皇帝ペンギンの話なんだけど、この皇帝ペンギンも何ですかって言ったら、ね、あんな、もう最悪に、地球上で最悪の環境が、ね、あの南極だったり、ね、北極だったり、あの環境の中ですら、皇帝的に生きる、ね、動物がいるんだよねって、あの子たちはあそこが最高だと思ってるんだよって、それを言いたいのね、人には人の道がある。鳥には鳥の道がある。すべてのものには道がある。道教でいうタオの世界なの。地球は地球の道があるんだよ。太陽の周り、全く狂いなく回る。月には月の道がある。で、幸せには幸せの道があるんだよ。ひとりさんの考えって、伝言ゲームみたくしていくとね、話が変わっちゃう。だから、こんな考えしてるよっていうのがあれば変わらないじゃない。で、ひとりさんの教えと、それから素敵な仲間がいるからね、その素敵な仲間が次々出てくれたらいいな。ひとりさんの教えの中でね、一番難しいのはね、人を許すってことなの。で、天国言葉の中で一番自分にとって難しい言葉は許すことです。許せない人っているんだよな。いや、全員じゃないよ。で、そういう人はね、許すことができないんだ。で、自分の話だよ。俺、大嫌いな奴がいたの。
本当に、中学校の時ね、学校の先生でね、本当にね、そう、まあ、意地が悪いというかね、顔までね、意地悪そうな顔してんだよね。それで、本当にね、ぶん殴ってやりたいぐらい嫌いだったの。で、その人間のことをね、許せた。本当にね、人生で最大に嫌いだ。俺あんな嫌いなやつ、あれから会ったことない。だから、天敵みたい人っているんだよね。それで、嫌で嫌でしょうがなかったんだけど、ある日、クラス替えがあった。クラス替え。クラスの中で、席替えっての。席替えがあったら、その先生がね、俺が好きな女の子がいたの。そのことを誰かから聞いたんだね。で、その子と座らせてくれたの。そしたらね、なんか次の日からいい人に見えてくる。だから、どうしても許せない人がいるとこの話をしてあげる。とみんなそれが何かって顔する。それが何かっていう顔をするんだよね。だからまあ人の恨みなんてのはそんな簡単に。今日は、美化の話。それから、4月号にバランスの話っていうのを載せたら、いや、バランスの話っていうのを一回したら、大した話じゃないと思ってたら、すごくね、喜ばれて、こんなに聞きたがるんだ、と。でね、話すまで何が聞きたいかがわからない。いや、俺がね、俺ってあんまり困ったことがないから、何困ってんのかわかんないの。で、美化の話ともう一つバランスの話ってのするからね。で、これはいい話だから、さっきの話とは全然違う。さっきの話は良かったでしょ。もう急にその先生がいい人だな。で、今一番好きな先生、その先生。美化の話ね。寺田さんってお友達がいたんだけど、それが、亡くなっちゃって。で、亡くなる前に美化の会っていうのをやんなっつって。そしたら、美化の会の会長をやっててくれて。で、亡くなっちゃったから、美化の会も、なんか自然消滅しちゃって。うん。そしたら最近ね、朝になるとね、美化っていう言葉が聞こえるから、じゃあ、寺田さんの代わりに美化しなくちゃいけないな。で、朝、今日一日、美化して生きようって思うのね。それが続いてるの。で、続いて、こう、例えば、いや、この人しつこいなっているじゃない。そうするとしつこいなと思わないで、粘り強い人ですね、と。いや、一応、美化するわけね。わかる？だから、新小岩は新小岩でいいとこですね。仙台来れば仙台っていいですねって。全部みんないいんだよな。人に会うといいとこ見つけて。それで、美化すると、例えばしつこい人に粘り強い方ですねとか言ったとするじゃない。相手は全然変わらないの。本当なんだよ。
なんていうのかな。美化してあげると相手が変わるとかっていう話じゃない。美化するとじゃあ何ですかって言うと、その人が、いや、美化してる俺が素敵に見えるの。わかるかな。だから、なんていうのかな。雪国食って、雪国っていいですね、とかって言うと、大概言うのはね、あんた住んでないからだよ、とか言うんだよね。でも、雪国って嫌だっすね、とかね、いや、雪で嫌になっちゃうね、とか言われたら本当は辛いじゃない。だから一つずつ何でもこう、こういう時こういう美化して、人生こう美化して、で美化して生きてると、俺が素敵に見える。で、それだけですかって言うと、それだけなの。うん。だけど、俺たちって素敵に何に出てきたんだよな。で、相手をどうこうしようじゃなくて、相手からも俺が素敵に見えたとき、その人って変わるんだよな。恵美子さんが本出して、さっき、なんて題名だっけ、どんな悩みも解決しますか、答えますか、あ、すべての悩みに答え、そう、で、すべての悩みに答えますっていう本なんだけど、あれ読んでると、なんか、俺が質問に答えてるんだよね。それで、なんかそれが楽しいらしいの。で、俺が読み返してみたら面白くないの。なんでかっていうと、何言うか分かってっから。読みながら、分かるかな。だけど他の人は楽しいらしいのね。で、この本から何を得られるんですかって言ったとき、人の脳って実はね、コンピューターと同じなの。要するに、何をインプットされてるかな。だからみんなは実は、学校の先生、親とか近所とかテレビで言ってることとか、そういうのが頭に入ってんだよね。で、その中から一番いいのをブレンドして出す。わかるかい？出してるんだよね。だから自分が考えてるように思うけど、案外自分は考えてないんだよ。わかるかな？ちょっと、恵美子さんのやつを読むと、こういう答えにひとりさんがこう答えて、こういう考えにこういう。それを読んで、自分が、あ、これ楽しいなとか、面白いなとか思いながら、それを読んじゃうと、脳の中に、新しい答えが入っちゃう。だから今までの答えが10だとすると、俺のは10入っちゃうと、10×10 で、こう、ブレンドして出てくるんだよな。わかるかな。そうすると人と違う意見が言えるようになる。で、これが面白いもんで、面白くて楽しい答えだと脳に入っちゃう。でね、どんな素晴らしい意見でも覚えようとしても覚えられない。あのね、真面目な人がなぜモテないかって言うとね、面白くない。いや、真面目ってイコール面白くないんだよ。うん。だから真面目がいけないんじゃないの。真面目な人が楽しくなったら、真面目が嫌なんじゃないの。面白くないのが嫌なの。だから真面目な人がもし面白くなったら、すごく好かれると思うよ。だから面白いものをインプットすればいいんだよね。で、面白いことが嫌いじゃないの。だって俺の本面白いって言って読んでんだから。人間って面白いんだけど、面白くない人って、自分でも面白くないのは嫌いな。考えたことある？
お店で繁盛してないお店って、自分だったら行かないような店やってんの。自分だったらそういう店行きますかって絶対行かないの。愛想悪い、掃除してない、話題がない。この前、ちょっと、なんか、集まんなきゃなんない用事があって集まったのね。したら、古い友達が来てね、その友達がね、斎藤ちょっとって言うから、行ったの。で、話があるって言うけど、話ないの。で、俺も話ないの。で、具合悪そうなの。だから、おい、最近具合どうだって言う前に悪そうなの。そうね、具合の話はまずいなと思っちゃうから。わかる？で、景気の話にしようかなと思うんだけど、景気も悪そうなんだよね。いや、話題っていくつもないんだよね。で、なんか、浮いた話、浮いた話、まあなんか、浮いた話でもあればいいなと思うんだけど、浮いたって歯が浮くぐらいで、もう、全然浮いた話ないんだよな。と、話題が、ないの。きっとね、で、またそういうやつってさ、本も読まないんだよ。CD も聞かないで、俺一番具合悪かったんだよ、子供の時。で、俺の友達ってみんな体格良くてね、もう、なんつうのかな、スポーツマンで、それが、体のこと何にも構わないんだよね。そうね、今会うとね、ものすごい年寄りなの。同じ年かって、俺ね、本当にね、俺を若く見せるためにあの人連れて歩きたいと思って。多少の刑事はかかってもいいが。いや、知識もね、新しくて楽しいの入れないと脳も活性化しないんだよな。体も栄養のあるものとかいいもの取らないと、いくらね、俺クラシックカーが好きなの。で、クラシックカーってね、この中には新車の人もいるけど、クラシックカーの方もいるんだよな。で、クラシックカーってね、手入れして磨いとくとね、新車でもね、勝てないぐらいいいんですよ。ところが古い車ってね、ほったらかしとくと艶も何もなくなっちゃうとものすごくみすぼら。いや、人間もそうだって言いたいの。人間車は買い替えられるじゃん。でも俺たちってこの体でずっと行くんだよな。だから艶出したりさ、タンパク質取ったり、俺たちタンパク質でできてたり、体って骨でできてんじゃん。骨はカルシウムじゃない。コラーゲンもいるじゃない。入れてやんないとね、無理だよ。だから、何言いたいのかっていうと、うちの社長たちって若いよな。本当に。たまに同級生と会うとね、いや、いけないじゃないんだよ。みんなあれだけどね。びっくりするよな。それでそういう人って特徴はね、ひとりさんから新しい話を聞こうっていう気もないんだよな。わかるかい？だって CD あげたって聞かないんだよな。新しいもの入れなかったらだんだん古くなっちゃうよ。だから体もね、栄養入れなきゃさ、ダメだし、脳だって、脳ってすごい大切なんだよ。
この前どうしたら斉藤さんとこの人たちみたく若くなれるんですかって言った時、若くいようって気持ちだよな。一番大切なのは気持ち。要するに若く見られたいとか若くいようと思うから、そういうことに、例えば考え方も若くしようとか、体も若くなるようなものを取りたいとかね。年は若がんなくたって若く見える人っているじゃない。わかる？そうするとさ、いろんなことがね、できるんだよな。最近ほら、花江ちゃんとかさ、舞ちゃんって今 K-POP っていうのに凝ってるのよ。で、もしその K-POP に凝らなかったら、花江ちゃんたちはずっとああいうことをしてる人をバカにしてたんだよね。追っかけやったり何やってる人をバカにしてたの。ところがやってみたらね、楽しくてしょうがないの。それですごく、で、楽しみって、年取って島ができたから楽しみ見つけるってできないの。若い時から楽しいことしてないとダメなの。だから定年したら家にずっとゴロゴロ行ってのは遊びって急にできないの。だから働けるうちから楽しみいっぱい持ってな。そしたら花江ちゃんとか真由美ちゃんは今 K-POP に凝ってんだよね。そう、楽しくてしょうがないの。そう、その結果すごいことが起きてんの。同じ車なんか乗ってもずーっと K-POP がかかってんの。ほいで、ずーっと K-POP の話をするの。それが延々と続くの。と、花江ちゃんたちは楽しい上に、俺たちはすごい修行になるの。好きでもない音楽をずーっと聴いてるってすごい修行。それからね、聞きたくない話が延々と続くんだよね。それをニコニコしながらうなずくっていうのね。だから神様ってすごいよね。二人には楽しみを与え、我々には修行を与えて、無駄がないなぁと思ってさ。で、何の話をしてたか分かんない。分かんない。そうそう、楽しみ急にできないからね。昔ね、俺たちの頃のね、おばあさんってね、雑巾みたい色したの着てたの。ところが今の人って後ろからこう女の子が二人若い子歩いてるなと思って顔見ると親子だったりするの。同じような服着てるの。それを何言いたいかというと、今の人たちって若い時から、俺たち子供の頃にね、一番びっくりしたのはアメリカ行くとおばあさんが赤い服着てるって言って、それだけで大変だったの。で、今日本でも何でもないじゃない。でも今は年寄りが赤い服着てんじゃないの。若い時から着てたの。それが延長でずっと着てるんだよな。だから若い時から、仕事も大切。だけど遊びも大切。で、遊びはね、減らしちゃダメだよ。楽しいことってめったにめっかんないの。だから一つずつ増やしていくの。そうすると当人は楽しいし、周りは修行になるし、もう本当にいいことづくめ。わかった？このように美化するんだよ。どんなことでも今日一日美化するぞ。いや、もうわかんのわかんない曲聞かされて嫌になっちゃうとか思っちゃった。いい修行だな。
から、花江ちゃん。いや、もうね、好きになっちゃったんじゃないの、K-POP が。好きなふりをするの。好きになっちゃうんじゃないの。で、この子は誰なんだからって教えられるんだけど、覚えられないの。でもね、好きなふりをする。で、こういう修行なの。だから、周りとうまくやるってそういうもの。だって、周りと揉めながら人生楽しいなんか絶対ないんだから。だから、こういう修行が来たな。やっと美化の話に戻ってきた。ずるっと回ってね、美化の話戻ってきて。そうするとね、これ修行だからどうしよう。これどうやったら褒めてあげよう。それから、花江ちゃんも真由美ちゃんも、絶対これやまらないなってわかるの。やまらないこと、いや、これは絶対やめないぞとわかると同時に、もっとやんだよ。もっとやれよ。どうせやまんないんだから。もっといけろよ。K-POP いいよ、最高だよ。相手によって言うこと変えないとダメ。もうともかく思ったことなんか言ってたら喧嘩になってしょうがない。そう、相手が喜ぶことを言えばいいの。だって、仕事しながらやってることじゃない。仕事もしないでやってるわけじゃないじゃない。いろんな形でどうやったら美化できるかな。そうすると美化する仕事、修行ね、いっぱいあるの。美化してる自分も楽しいの。だからきっと、いちいちね、そんなのどこがいいんだとか、仕事やれよとかって言ってたとしたら、ひとりさんって素敵じゃないよね。で、俺そんなこと考えたこともないし、昔から楽しいことを増やしなって。この前、恵美子さんの本の中で、社員教育の話とかなんかの時に、全員が社長に惚れてりゃいいんだよ。だって惚れてる人のためなら一生懸命やるんだもん。だから惚れられる男になればいいんだよな。で、モテないやつってモテなそうなこと言うよな。俺ね、昔からね、モテる方なの。で、女の子いなくなっても必ずぐらい帰ってくる。鮭現象と呼んでるんだけど。鮭現象。大きくなって帰ってくる。大きくなって、回遊して帰ってくる。帰ってくる。これを鮭現象と呼んでるんだけど。で、その鮭現象で帰ってきた人に話を聞くのね。すると、何が嫌になって帰ってくるんですかっていう。大概俺がよく帰ってくるんじゃないの。向こうが嫌になって帰ってくる。で、何が一番ですかと。一番何だと思う？当てた人に100円やるよ。いや、小さい。わかる人いる？100円もらえるんだよ。やる気が出なかった。そうか。はい、どうぞ。顔？はい。5点です。5点。はい、どうぞ。はい、面白くないね。似てるけど、ちょっと違うんだよな。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ああ、それもあるな。はい、どうぞ。あ、来た。もう一回言って。ああ、なるほど。はい、どうぞ。はい、さあ。はい。はい。はい、どうぞ。
ああ。え？もう一回言って。ああ、そうかな。じゃあ、あと二人だけね。はい。花がない。はい。不自由。こっちからもう一人、もう一人。あ、いいよ。じゃあ、その二人。ああ、それは許せないね。もう、それは一番許せないね。はい、どうぞ。褒めてくれない。はい、どうぞ。あ？話を聞いてくれない。はい。臭い。なんか、ほぼ、いじめの世界だ。で、いや、あ？つまらないお金がない。楽しく。でもね、これね、何人も聞いたの。したら、ほぼ同じことを言ったの。でね、みんなの言ってんの、ちょっとずつだけ違うの。あのね、答え言っちゃう？なんかその付き合ってる人に喋るじゃない。そうすると帰ってくる言葉が、ひとりさんだったらこんなこと言わないよな。ああ、その、いちいち答えが違いすぎるらしいのよ。そうすると、喋ってるうちに、そうそうそう。それは個人情報保護法案によって、個人情報、法律に触れるから言えないんです。でもね、言われたと。だから、俺のお弟子さんもそうだと思うよ。なんで俺のお弟子さんやってんのって。日本中にいろんな人いるのに。きっと、なんか相手に質問したときに、ひとりさんだったらこんなこと言わないよな。ひとりさんならこんなこと言わないよな、っつってるうちにね、だん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 嫌になってきちゃうんだって。口聞くのが嫌になっちゃうんだって。うん。前世からお付き合いの18歳のエミちゃんです。ひとりさんが一番最初から私ひとりさんについてきたのはとにかく面白いです。で、他、ひとりさん見てると楽しいし面白いから、周りが面白くないの。はっきりそれが出てきちゃって。で、周りの人は、真面目にきっちり、正しいことを教えてくれるんですけど、その人たちといるのは嫌なんです。で、ひとりさんは面白い。で、面白い吸引力はでかいなと思いました。なので、面白さにずっと今も飽きずについてきてます。以上。今のね、恵美子さんとは、縁が深くて2万年ぐらい前から付き合う。で、マンモスを追って2人で入ってる。エミコがとどめかって。という。なんかそう言うとエミコさんのことが分かってもらえるんだよね。女性と付き合ってて、別れるとき言う言葉がある。80のお姉さんになっても帰っておいでよ。って言うの。それで、自分の彼女が嫁に行くの。だからもう自分のものなの。それで、相手の男の人と子供が生まれたら、その子は俺の子なの。なぜかというと、僕が牛を飼ってるとするの。で、この牛が、よその牛と子供を作っても、この牛は、その牛のものではないの。
僕の牛なの。牛なの。うん。だから、連れて帰ってきてもいいの。でかいでしょ。で、こういう会話が、よその人とだとできないらしい。だから、もし牛だと思ってごらんで。人間ってさ、何でもね、行くときは、帰ってきやすいようなことを言ってやんなきゃいけないの。で、帰ってこなくてもいいの。あとね、ひとりさんはずっとひとりさんらしくなきゃいけないの。うん。誰でもみんな恋したことあるよな。惚れたこともあるよな。惚れられたこともあるよなって。その時に、自分で頭の中で描いて、二十歳の時、10年ひとりさんと付き合ったとか、5年付き合った。女の5年って大きいんだよ。その青春を俺に捧げてくれたんだよな。その時に、私3年間ひとりさんの彼女だったっていうのが、誇りに思えるような生き方しないと、申し訳ないんだよ。あの人と付き合ってたことだけ言えないとか恥ずかしくていや、あるよ。だからいつまでもひとりさんはひとりさんらしくいることなんだと思うの。それが俺なんだよな。わかるかい。だからひとりさんっていつも明るく楽しくて、それに惚れてくれたんだったら、いくつになってもひとりさんはそうじゃなきゃいけないんだよな。で、あの人と付き合ってたっていうのが誇りに思えるぐらいじゃないと、それが俺たちができるお礼なんだよな。男ってそれしかお礼のしようがないんだよな。バランスの話。美化の話から牛の話。そしていよいよバランスの話。わかんなきゃいいよ、この話。聞こえるかい？だいぶ前に、オリンピックでね、マラソンで金メダル取った女の子がいるんだよ。名前は言えないんだけどね。名前言っちゃダメだよ。言ってないね。で、みんなが思ってる人のことなんだけどさ。で、あの子ね、頑張って金メダル取ったら、すごい、こう、生やし立てられて、もう日本の救世主じゃないかとかね、スポーツ界の救世主じゃないかとか、周りが持ち上げたんだよ。その子が持ち上げたんじゃないんだよ。で、うわーっとこもり上がったら今度、バッシングっての？すごいバッシングにあって、もうめちゃくちゃ週刊誌に書かれたり、もうありとあらゆることで、ここまで言われるかってぐらい言われたんだよ。言われたの。で、これを知らない人が、急に偉くなったりなんかすると妬まれるとか、わかる？しがまれるとかって言うけど、そうじゃないんだよ。あれバランスの法則という法則なんだよ。あのね、例えば俺たちここにいるとするじゃない。で、こう上がっていくんだけど、振り子がこう揺れると、実力がここら辺だとすると、こうぐーっとこう振り子が実力以上に行くんだよ。そうすると、揺り戻しが来るんだよ。わかるかな？で、これが揺り戻しがこんなになってきながら元の位置に戻るんだよな。だから、彼女は、日本の救世主だとかいろんなこと言われたけど、ただ、駆け足早かったんだよ。で、努力家ってはもっと努力家もいたんだよ。若くて急にこう係長になるとか会社でもあるじゃん。出世しちゃうとか急にお金持ちになるとすると、バランスを崩しやすいんだよ。要するに、周りが褒めてくれちゃうんだよ。だから、この揺れを自分で調節する。わかるかな？
例えば俺が納税日本一になって本出さないかって言って、恵美子さんが本出せ本出せって本出したんだよ。本出したくないんだよ。だけど、失礼から出さなきゃなんなくなっちゃって出したんだよね。で、その時に、変な人の書いた成功法則じゃないと嫌だって。と中に書いてあること変じゃありませんよってだよ。そういう問題じゃないんだよ。バランスの法則の話なんだよ。あのね、みんな高校行ったり大学行ったり、別にいやいや言ってんだよ、大学受験だってやりたくねえんだよ本当は。それでやっとみんなこう出世していくんだよな。そこへ俺みたい中学校もほとんど行ってませんとかっていう人が急に納税日本一になっちゃったりなんかするとまずいんだよ。いや本当にまずいんだよ。そうね、自分は変な人間ですからとか、自分で自分のバランス取ってないとダメなんだよ。だマスコミやなんかいろんなこと言わそうとするんだよ。来年はどうしますか？そしたら、俺日本一になったら富士山の上だよな。富士山に登りたい人はいるけど住みたい人はいませんよ。来年はどうするんですかと、降ります。富士山は登ったら降りるんです。ともかく、乗せられて、うちのお弟子さんやなんかにも言うの。みっちゃん先生、すごいですねとか、恵美子さんすごいですねって言われたら、必ずひとりさんに会ったからで、私本当にそんな能力ないんですって言うの。でも、恵美子さんそんなことなくて頑張ったでしょって言われて、実はそうなのよって言っちゃダメなんだぞ。私もこんな風に頑張ったねとか言っちゃダメなんだよ。うん。2回目言われても、いや本当にね、周りの人がやってくれたのよとか、従業員がやってくれたのよとか、ね、それでも恵美子さんそれだけで行くわけないじゃないって、じゃあ実は私もねって言っちゃダメなんだよ。いや、3回言われても言わないと初めてこの人はすごいっていうの。それを逆に言うと、私もこうやって頑張ってとかって、そのぐらい私たちだって頑張ってるわよ。結局ひとりさんと会ったからじゃないって言われるに決まってんだよ。いや、そうなんだけど、つい言っちゃうんだよ。だから自分でバランス取らないとダメだよ。だから自分が会社でちょっと出世しようが、仕事がうまくいこうが、なんかあった時に、日本っていうのはおかげの国なの。母のおかげ、父のおかげ、ご先祖のおかげ、ともかく自分のないようにしないとダメなの。俺うちのお父さんもお母さんも死んじゃってんの。だからすごいありがたくて、生きてる間俺育ててくれたの。で、死んでからすごい役に立ってくれてんの。なんか自分の考えたことでも、これ言ったら俺生意気に思われるなと思うと、うちの母がこう言ったんだけどさ、いいことはみんな母のせい。自分で、俺、これは俺が考えたんだとかって言っちゃダメなんだよ。それで黙々と実力だけつけてればいいの。で、何かあったら、周りの人から聞いたんだけどさ、とか、社員が頑張ってくれてさとか、それは誰だってみんな頑張ってんだよ。あのな、俺のおかげじゃないよ、みんなのおかげだよとか、いろんなこと言っても、筋骨たくましいやつが出てきたら何もしてませんだってやってんだぞ。何にもやんないで逆三角とかないないから、何にもしないで出てくるのは腹ぐらいだからな。だけどこれをやりましたって言うと揺り戻しが来て落っこっちゃう人がいっぱいいるんだよ。だからバランスの法則って、日本には日本のバランスがあるんだよ。アメリカみたく自分のやったことを発表する国もあるんだよ。
だけど俺たちはそういう国じゃないの。もっと難しいの。日本っていうのは実力もあって謙虚じゃなきゃいけないの。それで初めて認められる国なの。わかるかい？だから俺は正しいんだって言うのもいいけど、すごいっていうのは、純ちゃんのことを周り中がすごいと思ってくれたときすごい人なんだよ。俺はすごいんだって言ったってダメなんだよ。残念なんだよ。ボクシングだろうが、どんなスポーツの業界だろうが、強きゃいいんだじゃないんだよ。周りから嫌われたらもうダメなんだよ。わかるかい？それと同じように、俺たちって、この日本っていう国は、うまくバランスを取りながら自分の力を上げていく。だから、強きゃいいんだとか、頭さえ良きゃいいんだ。そういうことを言ってること自体が頭が悪いの。周り中見てみなって、そんなの通らないの。わかる？みっちゃん先生すごいねって乗っかっちゃダメだよ。そこで苦労話とかダラダラ始めちゃダメ。それでもね、周りの人ってバカじゃないから、全く努力もしないで上がったなんて誰も思ってないの。だけど謙虚な人間が好きなので、この星はそうやって、変な話、さっきのオリンピックの子じゃないけど、私一生懸命走ってただけなんです、監督やなんかの言われた通りやってただけなんです、走ることが大好きなんですって、そうやって言ってたら叩きようがないんだよ。わかるかい？人間ってね、ついなんかポロッと言っちゃうんだよ。で、努力もした、分かってんだよ。でも才能っていうのは神がくれたもんなの。努力家っていっぱいいるんだよ。だからよく恵美子さんが、私こんだけ努力したって、俺にも言わないしな。人にもお前が言わないの知ってるよ。だけど、お前より努力した人が山ほどいるんだよ。それで成功できない人が山ほどいるんだよ。だから苦労話なんかしたら、みんな本出すだろ？本な？自主出版で出す人っていっぱいいるんだよ。俺たちは普通に本出るじゃん。自主出版の人の本ってみんな苦労話。どのぐらい苦労したか。この前すごい人、上下はっきり言って読みたくないよな。人のね、自分の苦労だって嫌だな、人の苦労なんか嫌だよな。あれを超えるのには上中下出さなきゃ。三冠本出すしかない。いや、最後におまけね。バランス取りなよっていう話は覚えといてな。ちょっと偉くなったらさ、何したのとか何したの、いや、みんなのおかげだよ、同僚のおかげだよって言い切っちゃわなきゃダメだよ。で、それで初めて世間は認めてくれる。で、黙々と、来年も頑張り、再来年も頑張り、やってると、自然と認めてくれるようになる。最初のうちなんかまぐれだと思ってんだから。いか、相手がまぐれだと思ってたら、まぐれなのよって言うんだぞ。相手が聞きたい答えを出すんだよ。いか、どうせひとりさんと会ったから偉くなれたんじゃないのって、相手は思ってんだから、思った通りを言うんだぞ。正しい答えは相手が思ってることを言うの。いか、みんなが黒だと思ってんの、白だって言うから黒だ黒だって言われるんだよ。向こうが黒だろったら黒なんですって言ったら、それ以上一個ね、みんなが赤だったら、あ、実は赤なんですよ。で、そんなことどうでもいいから早くやめて仕事せいだね。自分の仕事にせい出すの。さっきちらっと、あ、これで終わりね、話ね。いいの？いいかい？さっき話してた話って、花江ちゃんが言ってたのはね、
人って努力家と頑張り屋、例えば1000万円の売り上げの会社が2000万にするとするじゃない。年間1000万でもいいやな。それが2000万にするとすると、頑張っても倍は絶対いかないんだよ。何を言いたいのかというと、倍簡単な方法を発見したんだよ。年間1000万の会社が年間1億円にしちゃうとすると、10倍簡単な方法を発見したんだよ。じゃなかったら、倍なんか絶対頑張れない。仕事したことないなら別だよ。働いてないやつが働けば倍でも3倍でもいいけど、ゼロなんだから。それで、努力家、体育会系のやつが上に立つと、命令とでかい声ばかし出してんだよ。要は努力家は努力させることが好きなんだよ。俺には部下が一人もいない時があったんだ、一人だから。だって最初始めた時って一人じゃん。と一人でやってんだよ。一人でやってると楽しく一人でやるんだよ。で、一人で楽しくやってると、うまくいくとするじゃない。すると、仲間が増えるんだよな。すると、この人たちがどうやったら能率よくいって楽しくなるか。楽しいって、ただおちゃんダメじゃねえか、このバカ野郎って言われるより、ただおちゃんこうやってやった方がいいよとか言われた方がいいに決まってんだよな。この前、恵美子さんがね、ひとりさんを3倍広めたいって言うんだよ。で、いろんな方法を考えてたとずっと聞いてて、ダメだなと思ったの。で、俺がいい方法を教えてあげるよって。いいかい？ひとりさん知ってるって聞くの。で、知らないって言ったらそうっていうの。で、ひとりさん知ってるっていうの。で、ひとりさん知ってるって3人知らない奴がいたらワンポイントなの。だって知らない人にひとりさんって知ってるって聞いたんだよな。そしたらひとりさんを知ったんだよな。そうすると100ポイント貯めれば300人が知るんだよ。普通の人は知らない人に説明してひとりさんを教えようとするんだよ。そうじゃないんだよ。いいかい？ひとりさん知ってるって言っただけでこの人はひとりさん知ったんだよな。で、100ポイントやってるうちにその人何って必ず向こうが聞くのがあるんだよ。その人に言えばいいんだよ。だから、いいかい？聞かせられなかったことをマイナスとして取るか、俺みたく知らない人を点数として数えさせるか、そうすると知らないってやつにが多ければ多いほど得点がもらえるってことになると言うのが楽なんだよ。いいかい？金でも金だけすくい上げることはできないんだよ。ガバッとすくってぐるぐるぐるって回してると金が出てくるんだよ。その人何って聞く、こういう人だよって教えると聞きたい人は聞いてくるんだよ。聞きたくない人に聞かせようとするからおかしいんだよ。聞きたくない人にはひとりさんって知ってるだけでいいんだよ。だって知ったんだもん。で、なんでかっていうと他の人はできない技だけど、いいかい？斎藤って知らないやついないんで、大概クラスに一人いるんだよ。で、一人って名前珍しいから、覚えちゃうんだよ。で、一人っていう言葉は知ってるんだよ、すでに。で、知ってるものと知ってるものが組み合ったとき、絶対知ってるなんだよ。覚える必要がないんだよ。だスリムドカンって言うと、ドカンは知ってんだよ。スリムも知ってんだよ。勝手に覚えるんだよ。わかるかい？だから、一人さん知ってるだけ聞けばいいんだよ。で、知らない人の点数数えて、要は知らない人を100ポイント集めましょうってゲームにすれば、誰だって楽しくやってんだよ。で、その、わかるかい？だから、一番面白くないことに点数をくれなきゃいけないんだよ。それを頑張った、成功したものにだけやると、外れが多いからくたぶれちゃうんだよ。言ってることわかるかい？だから何言いたいのかというと、俺は一人でも楽しくゲームにしてやるんだよ。
で、こんだけの部下ができたら、この部下を楽しくやる方法、上は俺の言うことって聞かないんだよ。だって俺より偉いんだから。聞かないんだよ。だけど、この人たちがすごくうまくいってりゃ、会社で係長になって、そこが楽しくうまくやってりゃ、絶対に課長になるんだよ。わかるかい？だから、ピアノでも何でもそうだけど、ピアノの先生ってのは面白くないことを乗り越えた人なんだよ。だから面白くないことを人に強要するんだよ。わかる？で、自分だって、ね、死ぬほど泣くほど嫌だったんだよ。だから一番つまんないなって時に K-POP を教えるとか、今流行りの曲を教えるとか、要は一番自分が嫌だったことを改良しようって人間、だ俺は学校が大嫌いなんだよ。なぜかと先生が面白くしようって努力が見られないんだよ。で、俺にだけ勉強させようとするんだよ。この面白くなさを何とかしろよっていう。だから俺が言いたいのは、自分が部長になったら部下ができる。そしたらその自分の部はどうしたら楽しくなるだろうか。いいかい？このことを考え出したら、出世した人間は全員がそれを考え出す。そしたら天国になるね。みんなで楽しいことを教え合って、マルカンの楽しさって何ですかっていうと、俺のってのは一番つまんないことを楽しくする努力をするんだよ。知らないって人は3人見っけたワンポイントだからな。今日から100ポイント全員で共同ですとかって言うと、知らない人を選んで喋るようになったりする。で、それを面白くやってるうちに金が出てきて、勝手にテープ聞く人が出てきたり、一人さんとこのものを使いたい人が出てきたりするんだよ。わかるかな？だから、つまんないことで嫌になっちゃう。それを面白いことに変える。わかる？だから、努力とか根性とかじゃないの。つまらないことを面白いことに変えるんだよ。だから高校野球でも努力して甲子園に出てきたやつは本当はいないんだよ。ただ野球が好きなんだよ。野球というゲームが面白いから炎天下であんなにやってられんだよ。それを仕事はつまんなくて当然だって上の人間が片付けちゃうんだよ。あんたが異常なんだよって。面白くねえものは誰だって面白くないんだよ。面白いものを面白くすることを考えるのが上の人の知恵なんだよ。わかるかい？だからそういう人が上に上にって立てる会社にしたら、この国が面白くないな、総理大臣が面白くねえんだよ。いや、そう思ってるよ。だって上の人間が面白いきゃ下は面白くなるんだよな。それをなんか日本人って面白くちゃいけないみたく思ってんだよ。仕事だって楽しい方がいいんだよ。わかる？勉強だって楽しくした方がいいんだよ。楽しくできるかどうかがこれからの成功にかかってるんだよな。だから地球天国って何ですかって言ったら、楽しい人は上に行く。だからこの人についていきたい。恵美子が幸せって何ですか？追求して追求したら楽しいことなんだよ。楽しきゃ天国なんだよ。だから一番辛いのが、長い時間一番辛いのは仕事なんだよ。あの仕事さえ楽しいものに切り替えられたら人生全然違うんだよ。人間関係何辛いかって言葉なんだよ。美化して部下でも何でも美化してあげたら楽しいんだよ。人の上げ合いしとったり怒鳴ってばっかしいるやつがいるからつまらないんだよ。仕事が辛くて辞めるやつなんかいないんだよ。人間関係ないんだよ。言葉が汚いんだよ。人を励ます言葉言ってないんだよ。楽しくしようとしてないんだよ。わかるかい？だからここはこうやってやって楽しいから来てくれたんだと思うの。余興も一生懸命やってみんなすごい楽しそうだったの。おそらくあれは1ヶ月も2ヶ月も練習して出てきたんだよ。1ヶ月2ヶ月楽しかったんだよ。いかい？また来年やるよと言うと同時に頭は楽しい方に行くんだよ。だから人生ってパーティーは楽しいのは当たり前だよ。だけど楽しくないパーティーって山ほどあるんだよ。だから俺がやるとどこも人が来てくれるっていうのは、俺はどうしたら楽しいか考えるの。仕事もそうなの。おそらく俺がマルカンを辞めて1年後にまた仕事するから集まれって言ったら、
ワクワクしながら集まってくる人がいっぱいいるはずなんだよ。それって何ですかっていうと、ひとりさんはこの問題で一番つまんないことを楽しいものに変えよう。それから仕事を始めるんだよ。なぜかっていうと、それが上に立つ俺の仕事なんだよ。どうもありがとうございました。みんなも覚えておくといいけどね、流れの話っていうのがあって、それで、このことを覚えておかないと、まずいねっていうのがあってね。例えばですよ、誰かが、まあいいや、邪魔になってました。だけど、会社がみんなっちゃった。もう、明日に疲れない嫌なんだよ、俺は。ね。だから、独立しちゃおうと。こういう話がありますよね。しますよ。そうすると、そういう相談が来たとき、ところで、お金持ってますかって言って、いや、金はないんです。じゃあ、親御さんかなんか言って、あなたがお店出すときお金出してくれるとかって言って、まあ、そうすると、いや、親はもう死んじゃってますとか、じゃあ、あんたの腕見込んで、お店出してくれるとかって言って、いますって言うと、いや、それもいないんですって言うと、それは、川は流れてないんです。流れてないんですよ。人間なりたいからなれるんじゃないんです。その代わり逆に言うと、もう俺は料理屋だけは絶対できたくないんですよって言ってて、であんたち何やって、いや、うち料理屋ですよとかって言うじゃない。ね？で、子供は何人いるって言う、いや、俺一人なんです。じゃああんた親のこと捨てて出てけんのって言って、いや、それもできないんですよ。で、今、ね、そんな表の継ぎたくないってぐらいいい仕事についてやってんですかって。いや、今の仕事も大したことないんですよ。完全に川がそっちへ流れてんだよね。わかるか？だから人間嫌だろうが何だろうが、川はどっちへ向かって流れてるか人生調べてみれば、流れてないところで流れ着くわけがないんだよね。だから俺もこう、なんつうの、こう、川の流れみたいなのがあって、で、この流れに逆らった時に人間ってのは、大体苦労するんだよな。で、若い時ってのは、流れが、流れに逆らってこう生きてんだけど、逆らいながら流されてから、溢れるんだよ。だから、流れてんだよ。結局はそっちで流れてるんだよ。人生という流れが、川の流れみたいな。それを嫌だ嫌だと言いながら反対向いてるか、あるし、くるっと流れの方向くと、バーッと流れに押されながらそっち行くんだよ。でだから人生うまくいってるやつってのは、流れていく方に目標を持ってるやつは大概はそっち行くよ。流れてるんだから。ね。で、それともなかったら、それでもどうしてもね、お店持ちたいとかってだったら、ね、人に可愛がられてスポンサーつけようが、死んじゃった方が一回とはけいかねえから自分が貯金しようが、ちゃんとそっちに流れてる道作んないとね、流れも出るのに何かやりたいってから、人生無駄になっちゃうんだよね。この前見たの、大切なものが残るんだよとか、手相見たりなんかするとね、いい人相してますねとかって言ったと同時に、手相見れるんですかって見れますよとか、なんでもない。なんか聞きたいことがあったら一つだけ言ってみなって言うと、別にないか一つだけ言うか。そしたらあとは、手相見じゃないの。お金残りますかねって言ったら大切な人が残るんだよとか。ね、その通りなんだよ。で、こういうもの、それって流れが流れてますか？流れが流れに逆らったり、流れのないところで流れていくとしたって、結局は流れていかないんだよ。まともな話をこうしてやれるようになるかね。夫婦間の男と女の問題から、それは修行なんですよ。ね、一番修行になる人と一緒になれるよ。ね、どういう修行かわかんないけど、修行が待ってるんだよ。ね、そういうことなの。本当に修行ってね、男と女でも人間関係。俺たちは人間関係を学びに出てきて。人間関係って何ですかって言ったら、ありがとうって言えるかどうかにかかってんだよ。それをなかなかありがとうって言わないんだよ。で、ありがとうって言う仕事って何ですか？俺は大社長だよって言われたって、恵美子さん悪いねとかお願いしますとかありがとうって必ず言うんだよ。ところが、上の人間には言えるけど、横のやつには言えない。下のやつに言えないんだよ。だからこれが人間関係をおかしくしてんで、上の人間がありがとうって言っちゃいけないってことはねえんだよ。だからありがとうって言えるか言えねえか。偉くなったから言わねえんじゃねえんだよ。言うやがいいんだよ。
偉くなっても言えねえぐらいだから、大して偉いってやるんだよね。ね、偉くなったらありがとうぐらい言えんもんなんだよ。それが言えるかどうかにかかってんだよ。ね、で、みんな当たり前だったよ。俺は金払ってるから当たり前だって言わねえんだよ。ね、だからどこでも揉めてるのが、ね、旦那なんだから給料持ってくるのは当たり前だって言うんだよ。で、旦那の方も、お茶ぐらい出すのは当たり前だとか、飯出すのは当たり前だって言うから、みんなありがとうも足んねえんだよ。ありがとうも足んねえところに揉め事が絶えないんだよ。ありがたいって気がねえんだよ。ありがたいってのは、あれお茶って、魔法使いじゃねえんだからお茶が出てくるわけねえんだよ。そう、おいお茶って言ったらお茶出してくれた人がいるんだよ。あるはずがないことがあると、あるはずがないっていうのはありがたいという意味なんだよ。ね？お茶ってお茶が出てくるわけねえし、串って串が出てくるわけないんだよ。ね、金払ってたから当然だ。誰もいないとこで金出して、お茶お茶つけてみなって。誰もいないとこで。え、金出しゃ何でも出てくるんじゃない。金出したってありがとうだって。これが分かってるかどうかの話なんだよ。感謝してます。今の世の中は情報で溢れ返っています。その中にはネガティブなものがたくさん含まれていますので、それを聞いているうちに心が乱れたりマイナスの方に引っ張られたりします。心がマイナスの方に触れてしまえば、どんどん悪い方に行きますから、人生をよりよく生きたいのであれば、心の軸をしっかり持っておくことが大切です。心の軸をきちんと留め置くための基本の考え方があります。それは自分にできることは何があるだろうと、どんな場面でも考えることです。政治や社会に対して、要求や不平不満ばかりを言っていても良いことにはなりません。心豊かにいたいのであれば、自分は何かをしてもらう側だというお客様意識を手放して、自分が何かをやる側に回ることが必要です。要求や不平不満は、結局のところ誰かを責めることになります。個人であれ社会であれ何かを責めたところで有意義なものは生まれません。また誰かが明るい方に引っ張ってくれるだろうと自分は何もせずにいるのも違います。これから先の未来を作っていくのは私たちなのですから、暗いところに向かわないように一人一人が努力しなければなりません。それは無理なことや大きなことでなくても構いませんので、自分にできる何かをやれば良いだけです。私たちはみんな人生という道を歩いています。人生とは一人一人に個別に与えられたもので、誰かと取り替えることはできません。ですので腹をくくって、この人生を楽しんでください。横を見れば自分より恵まれているような人がいて、羨ましくなることがあります。しかしそれはその人の人生で、あなたのものではありません。その人はその人の人生で自分の修行をしているだけですから、あなたも自分の人生に没頭してください。絶対に取り替え不可能な道を歩くのに、不平不満を言いながら歩くのか、それとも楽しいことに目を向けながら歩くのかはあなたの自由です。せっかく与えてもらったこの人生をふてくされながら歩くのがもったいないと思うなら、顔を上げて楽しいことや明るいことを探してみてください。最初に降り立った場所や今いる場所は世間的に見て恵まれていない場所かもしれません。だとしても、もうこれが自分の人生ですから、そこを思いっきり楽しむのです。そうやって歩いていれば、いずれ分岐点にぶつかります。それは幸せに向かう道と不幸への道の分かれ目なのですが、常から明るく楽しくしている人は自然に幸せの方に進むようにできています。人生の分岐点は一箇所ではありません。何度も何度も繰り返しやってきます。幸せになるチャンスは何度でもあるということです。そして不幸になるきっかけもいつでもあるというのが人生です。人生というのはどこからでも変えることができます。しっかりと心の舵を持って幸せでいれば、次の分岐点でも必ず幸せの方を選ぶことができます。そのための心の舵とは、どんな状況や環境であっても肯定的に明るく楽しくいることです。親が貧乏だからとか、学歴が良くないからとか、それはあなたが心の舵取りを放棄するための言い訳に過ぎません。親が貧乏だったり自分に学歴がなかったとしても、幸せになっている人はたくさんいます。現状で明るく楽しく居続けることは簡単ではありません。しっかりと舵を握りしめて力を込めて、幸せの方に舵切りをしなければ流されていってしまいます。
それをやらない理由探しは簡単です。社会や政治のせいにすることもできますし、周りの誰かを責めることもできます。ですが誰かを責めたところで不幸になるのは自分です。それよりも幸せでいるために自分にできることを問うてみて、見つかった答えを忠実に実行する方がずっと有益です。自分がどう行動したらいいのか迷ったりわからなかったりするときは、人が聞いて爽やかな方を選んでください。その答えは誰かの悪口だったり不平不満をぶつけることではないはずです。あなたの人生はあなたしかそこを歩くことができません。それは神様からもらった最大のプレゼントで、思いっきり楽しむためのものです。人生はいくつも分岐点があって、人はどこからでも幸せにも不幸にもなれるように設定されています。神様からせっかくいただいた一度きりの人生です。明るく楽しく、そして心豊かに幸せでい続けたいですね。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めてグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに全ての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。